2013年アモイバス火災は、2013年6月7日に、中国福建省アモイ市で発生した重大なバス火災であった。2013年6月7日午後6時半ごろ、バス高速輸送システムと呼ばれる、専用レーンを運行するバスは高さ10メートルの高架橋の上を走っていた。突然バスから黒い煙が出て、火が出た後10分ほどして爆発も起きたということで、火は、 効果の一部にも燃え広がって、周辺は一時騒然となった。当時、バスの車内は、仕事帰りの人や、大学入学試験に参加した学生などで満員で、乗客らが避難しようとしたが、この火事で、容疑者を含む47人が死亡し、34人が怪我をした。中国政府は事故を重視し、習近平闘争書記ありかつ国務員総理らが、直接に指示を出し、 警察トップの公安部長覚醒を現場に向かわせるなど対応を急いでいた。地元警察によるとバスの燃料は経由であるが現場から容疑者が持ち込んだとみられるガソリンが検出された。容疑者はアモイ市内に住む1954年に生まれで政府への陳情をしていた人物との情報がインターネット上で流れていた。陳情が叶わず鬱憤を晴らすため 市民を巻き添えに放火した可能性がある。アモイで、バス火災47人死亡警察当局、重大な刑事事件中国、アモイバス火災で47人死亡中国アモイで、バス火災、47人死亡出火後に爆発、ガソリン持ち込み放火か、イコール、バス火災の死者、容疑者含め47人、中国アモイ。ありがとうございます。